はい、皆さんこんにちは、鉄坊主でございます。いつも、ひま坊主チャンネルご覧くださいましてありがとうございます。さてね、今日お話をいたしますのは、日田彦山線の BRT のお話でございます。名前がこう彦星ラインという名前に決まったということで、来年の夏に、運行が開始されるということで、これに関しましては、始まってみて見てからの乗客をどうやって確保していくのかということが課題にはなっているのではないかということで、この日田彦山線の BRT ですけれど、これは平成29年7月の九州北部豪雨で被災して、で不通になって、でそれから転換工事を進めて BRT になったということなんですけれど、これからね、この BRT に関しましては、全国で今、赤字ローカル線をどうするこうするって話がいろんなところであるし、国土交通省でもそのローカル線の今後を考える、検討会っていうのが開かれていて、それに関しては私も何度も、こちらでも鉄坊主チャンネルでもお話ししているので、皆さんご存知の通りかと思います。ですから、よく BRT って話が出てくるんで、これが今後の公共交通の在り方を考える上で試金石になるんではないかと。この利便性の追求と乗客の確保というのが課題となるというふうに、報道ではこういうふうに言われておりまして、でこの BRT の運行区間ですけれど、日田彦山線の添田駅から日田駅までの約40キロで、そのうちの添田駅から夜明け駅の間が災害で不通になったと。でそこの 14.1 キロを BRT 専用道として、残りは一般道を走るというようなことでございます。で現在は道路の基盤整備とか、いろいろな、そういう整備工事が行われているということで、ですから、ただその工事についてある程度目星がついてきたんで、来年の夏には行けるだろうということで今回の発表になったと。で最初に申し上げた通り、日田彦山線 BRT で、愛称は BRT 彦星ラインで、沿線の街並みや地元で、親しまれるメガネ橋をモチーフにしたロゴということで、ちょっとロゴはここでお見せしないんですけど、日田彦山線 BRT とかロゴとか、検索すれば多分そのロゴは出てくると思うんですが、綺麗なロゴだと思います。はい、特にこれすごいっていうほどのもんではないんですけど、ロゴですからね、そんな際立ったもんではないと思うし、本当に可もなく不可もなくぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。で、これ実際に始まって、バス停とかのこの待合スペースでは、地元の木材などを活用して、運行をリアルタイムで確認できるシステムを設置すると、最近のこれバスのトレンドですね。バスが何時何分に来るっていうのはデジタルサイネージで見られるみたいなものはよくあるところでございますね。で、基本デザインは、JR 九州の若手社員さんたちが地元住民に、聞き取りしながら考案したということだそうでございます。はい、で国土交通省でも先ほど申し上げましたけど、地方交通線の見直しなどを検討する会議が開かれて、バスへの転換の存続の具体策というのが議論されているという中で、この BRT ということで、いろんなところから今注目されている事業だということで、JR 九州の新しく今年の4月に社長になると古宮社長は、たくさんの方に乗っていただくことが今後の課題で、新しく変わったことを強調し、今まで以上に観光客にも乗ってほしいと述べたということで、今後利便性と採算性を踏まえながら運行ダイヤや停留所の設置場所を決定するというような感じで、報道は、くくられております。はい、で、ここからがちょっと私の感想というか、意見というか、大したもんじゃないんですけどお話になりますが、まずそもそもね、この BRT 復旧っていうのは、鉄道復旧には非常に金がかかると。で、その復旧の費用もそうだけれども、そんだけ金をかけて、その後にどれだけ人がたくさん乗ってくれるんだということで、復旧後の上下分離方式みたいなものとか、あとは運行経費の補助ですね、こういったものを自治体に JR 九州が求めて、で結局そこで交渉が決裂した結果、言ってみればバス転換と鉄道復旧の折衷案みたいなものですね。 BRT というのは私あくまでバス転換と鉄道復旧の折衷案だと思っています。どこにしてもそうです。これ気仙沼にしても、新しく BRT を作ったとか別ですよ。ごめんなさい、
日立 BRT みたいに、ああいう風に、まあ、あれも鉄道廃線跡を使ってるんですけれど、あと違うな、例とすれば新潟の BRT みたいなのかな、あの今までのバス路線をこう転換しての BRT っていうことではなくて、鉄道路線の跡を使った BRT っていうのはあくまで私は鉄道と、バスの折衷案だと思ってます。で、まあ、実際のところ日田彦山線っていうのは被災する前の輸送密度っていうのは299なんですね。これは確かに、これだとさすがに、高額な費用をかけて復旧させて、その後もどんどん赤字を垂れ流すだけなので、そんなことはやりたくないっていうふうに、まあ、民間事業として考えるのはごく当然かと思います。まあ、そういった意味で今肥薩線ね、まあ、よくある話ですけど、日田彦山線でできなくて肥薩線でなんでできるんだって話も出てくるんですけど、まあ、肥薩線の場合はどれだけ出すのか分かりませんけど、運行経費補助っていうところまで今視野に入れ始めているので、で、まあ、ここがね、いつも、まあ、私何度かお話したことあるんですけど、結局沿線自治体の市町村だとそこまでの予算が触れないんで、その大元となる都道府県がどんだけ金を出せるかっていうことだと思うんです。で、その都道府県が、今後日田彦山線の場合は福岡県がそこまで出せなかったと。で、肥薩線の場合は熊本県がそこまで実際に出せるかどうかわからないし、出すかどうかもわからないですけど、うん、出してもいいみたいな感じのことを今言ってるんで、そこがまあ都道府県の考え方によっては違いが出てくる。まあ、もちろんその路線の性格っていうのもあるんですけどね、うん、肥薩線の場合は熊本の観光に絶対欠かせないから何としても維持するんだって熊本県が考えるなら、まあそれはそれで、残す、理由にはなるでしょうし、まあ、そこは都道府県の考え方一つなんですが、まあ、都道府県の意見によって左右されるっていうのはあるとは思います。はい。で、ちょっと話を BRT に戻しますと、このね、BRT と鉄道、あの BRT っていうのは鉄道とバスの折衷案だというのを先ほど申し上げたんですが、まあ、これあの BRT の利点でもありまして、まあ、こうやって日田彦山線 BRT、何でしたっけ、彦星 BRT でしたっけ、 BRT 彦星ラインか。で、これ JR 九州の、まあ、路線のネットワークとして、まあ、残っていくというのが、これが一番大きいと思います。うん、でこれがですね、完全にバス転換となってしまいますと路線図からも消えてしまうし、時刻表にも乗らなく、まあ、時刻表に乗るけど後ろの方のバスの路線みたいなところになっちゃうわけですよね。まあ、今時刻表を見る人がそんなにいないのかもしれないですけど、まあ、例を挙げれば三江線というのはもう完全に路線からもうあの JR 西日本のネットワークが消えてますし、当然路線図にも乗ってません。時刻表にも、もうあの路線バスとしてはそれは部分部は載ってるでしょうけど、あの鉄道のところのページに載ってるわけじゃございません。でこれが、うん、例えば BRT 気仙沼線とか大船渡線であればきちっと JR 東日本のネットワークとして残ってますし、路線図にも残ってるし、時刻表にも載ってます。うん、あくまで鉄道の、まあ、代行バス的な感じの役割として今残っているということなんで、ここがもうあの BRT とバス転換の根本的な違いだと思います。でよくあの自治体が鉄道を残す理由として、まあ、駅としてのにぎわい、まあ、それが実際にその駅があってにぎわってるかどうかは別としてですよ、その駅としてのにぎわいの機能っていうのがよく出てくるんですが、まあ、そういった意味においてはこの、まあ、BRT っていうのがバス停ですけど駅ではないんだと思いますが、それでもある程度のお金をかけて綺麗な、機関あのなんて主要駅だったところに関してはある程度大きなバス停みたいなものを作れば一応にぎわいの拠点にはなるし、あとはあの鉄道を残すことによって全国の鉄道ネットワークとつながっているっていうことをよく、まあ、これも自治体の方がおっしゃる鉄道を残す理由として、でそれもBRT ということで JR のネットワークとして残るんであれば、それも一応残る形にはなります。はい。ですからそういう意味では BRT というのは選択肢にはなりうるとは思うんですが、ただどこもかしこもですね、線路をひっぺかして BRT にすればいいかどうかっていうとそれはまた違う、うん、今言った、気仙沼線も大船渡線もこの日田彦山線も全部災害で線路がダメになっちゃって、で復旧工事するぐらいだったらもうあの線路剥がして道路にしちゃった方が楽ちんで安く済むからそっちの方がいいし、後のことを考えても鉄道は維持費がかかるけれども BRT はバスですからそこまで維持費がかからないんでこっちの方がいいだろうということで、そういうきっかけがあればいいんですが、今線路があるところをわざわざ線路を剥がして、BRT にする必要があるかって言われればそれはなかなか難しい
しいところがあるし、そこの路線の状況にもよります。並行する道路がきちっと整備されていてバスが走れるんだったらそれでいいし、そうじゃなければ BRT というのも一つの選択肢にはなりうるとは思いますが、BRT は意外とお金がかかるんで、そういうふうに被災して線路がダメになっちゃうみたいなきっかけがないとなかなか難しいことも、これまた事実です。これは前私、宇部線と小野田線の BRT の話をした時に、メインチャンネルの話をした時にこれにちょっと触れてるんですけど、 BRT って結構金がかかる、桃太郎線ですよね、あそこはあの LRT にするって話がありますけど、あれも LRT にする時に BRT も検討されたんですけど、LRT より BRT の方が高かったっていう事実がございます。はい、はい、で、まあ、このあとこの実際にどれぐらい乗っていただけるかっていうことなんですけど、ここがなかなか難しいところではないかと思います。はい、まあ、JR 九州 の、 あの古宮社長が、まあ、たくさんに乗っていただくことが今後の課題、新しく買ったことを強調し、今まで以上に観光客に乗ってほしいっていうことなんですけど、ちょっとこれは何とも言えないですね。そもそもですね、鉄道でも人そんな乗ってなかったのが、バスになって、まあ、こまめに乗車して乗りやすくなるかもしれないと思うんですけれど、まあ、だからといってですね、鉄道をやってた時よりも利用者が激増するかっていうとそんなことはないと思うんです。で、観光客についてもですね、BRT になったからってわざわざ来る人はほぼ皆無だと思います。 BRT を目的で行くのは鉄道ファンか鉄道系 YouTuber か、そういう人しか行かないと思うんで、わざわざというかそもそもですね、 BRT っていうものをですね、一般の人がどれだけ理解してるかっていうのは、これまたもう疑問ですよね。一般の人にしてみたらバスですよ、あの路線バスも BRT も多分よくわからないと思う、そういうレベルだと思うんで、BRT にして、来た人が乗れば、あ、なんか小綺麗なバスが走ってるなぐらいの感覚だと思うんです、ね、こんな BRT が走り始めましたから全国の皆さんのお越しお待ちしてますっていう観光資源になるかって言ったらならないですよね、で、まあ、これがですね、例えば、DMV デュアルモードビークルですよね、朝海岸鉄道がやってる、あそこまでやっちゃえばアトラクションとして、成立するかもしれないんですが、 BRT だとただのバスだし、何かバス自体に、DMV じゃないにしてもバス自体に何か工夫をしないと難しいんじゃないですかね、例えばオープントップバスにするとか、屋根のないやつね、にするとか、何かしらですね、ここに行けばこんな変わったバスが走ってるんだと思わせるぐらいのものが走ってないと、何か差別化を図らないとね、 DMV じゃない、ごめんなさい、 BRT っていうだけじゃ、まず世間の皆さんそこまで知らないし難しいんじゃないかなと思います。ということで、観光をね、で乗ってもらうっていうのはなかなか難しいっていうのは、今回のねコロナのことでも観光っていうのはいかに水物だっていうのはよく分かったと思いますんで、長い目で考えれば、この、日田彦山線、BRT、これが残っていくっていうことを考えると、沿線の皆さんがどんだけ乗るかっていうことが重要だと思いますんで、使いやすいダイヤとか、使いやすい、バス停とか、そういった、利便性をうまく考えてですね、皆さんに愛される BRT になってほしいなということで、観光じゃなくてあくまでやっぱり地元の皆さんに愛されるものであってほしいなと思います。ということで、今回はちょっと BRT のお話をいたしました。ご視聴どうもありがとうございました。